ディーン・マーティンとジェリー・ルイス、1950年頃、底抜けコンビはアメリカ合衆国のコメディチームである。歌手のディーン・マーティンとコメディアンのジェリー・ルイスの二人組で構成される。映画、底抜けシリーズで知られる。二人は1944年に初めて出会った。コンビとしてのデビューは、1946年7月24日、アトランティックシティのファイブハンドレッドクラブである。 ナイトクラブやラジオ、テレビや映画にコンビで出演した。英語表記で特定のコンビ名は存在せず、ディーン・マーチンジェリー・ルイスとフルネームで表記された。二人の際立った個性のアイデンティティは、後年、ソロ活動へ転ずる上でも有効に作用し、それぞれを成功に導いている。1956年にコンビを解消。 二人は映画デビュー以来17本の映画に出演。ビング・クロスビーが主演のバリ島沈道中1本を除いて全てが主演であった。そのうち13本が日本でも公開された。日本で考案された底抜けの故障はすっかり定着し、後にジェリー・ルイスの単独主演作品にも引き続きこの故障が冠された。映画底抜けシリーズのメインディレクターは ハル・ウォーカー、ノーマン・タウログ、フランク・タ・シュリンであったが、1960年にルイスが映画監督デビューしてからも、この作家たちは引き継がれた。ベラルゴ氏のジャングル騒動では、ナイトクラブコメディアンのデューク・ミッチェルとサミー・ペトリロが、底抜けコンビを思わせる役で出演している。この作品は、ミッチェルとペトリロが出演する一連の映画における最初の作品となるはずだったが、 結局彼らの唯一世に出た作品となっている。ちなみに、ペトリロは、ルイスのモノマネでキャリアを得たが、この映画を聞きつけたルイスがあまりに自分を模倣していることを批判、訴訟も起こした。ありがとうございます。